第一章国際出願及び国際調査第三条国際出願。1、締約国における発明の保護のための出願は、この条約による国際出願としてすることができる。2、国際出願は、この条約及び規則の定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものとする。3、要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。4、国際出願は、次の条件に従う。1、所定の言語で作成すること。2、所定の様式上の要件を満たすこと。3、所定の発明の単一性の要件を満たすこと。4、所定の手数料を支払うこと。第四条願書。1、願書には、次の事項を記載する。1、国際出願がこの条約に従って処理されることの申し立て。2、国際出願に基づいて発明の保護が求められている1、または2以上の締約国の指定。このように指定される締約国を、指定国、という。指定国について広域特許を受けることが可能であり、かつ、出願人が国内特許ではなく広域特許を受けることを希望する場合には、願書にその旨を表示する。広域特許に関する条約により出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望する旨の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。指定国の国内法令に基づきその国の指定が広域特許の出願としての効果を有する場合には、その国の指定は、広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなす。3. 出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名または名称並びにこれらのものに関するその他の所定の事項。4. 発明の名称。5. 指定国のうち少なくとも1の国の国内法令が国内出願をするときに発明者の氏名または名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めている場合には、それらの事項。その他の場合には、それらのこと項は、願書においてまたは、指定官庁の属する国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をするときよりも遅いときに表示することを認めているときは、当該指定官庁に宛てた別個の届け出において、表示することができる。2、各指定については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。3. 指定は、第43条に規定する他の種類の保護が出願人によって求められている場合を除くほか、求められている発明の保護が指定国によりまたは指定国について与えられる特許であることを意味するものとする。第2条2の規定は、この3の規定については、適用しない。4. 発明者の氏名または名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をするときよりも遅いときに表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。別個の届け出においてそれらの事項が表示されていないことも、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めていない場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
第五条明細書明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。第六条請求の範囲請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。第七条図面1、2、2の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。2. 図面が発明の理解に必要でない場合であっても、発明の性質上図面によって説明することができるときは、1. 出願人は、国際出願をするときに図面を国際出願に含めることができる。2. 指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。第八条優先権の主張。1. 国際出願は、規則の定めるところにより、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国においてまたは同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申し立てを伴うことができる。2. A、B の規定が適用される場合を除くほか、1の規定に基づいて申し立てられた優先権の主張の条件及び効果は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条の定めるところによる。E、いずれかの締約国においてまたはいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国においてもしくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合または一の国のみの指定を含む国際で願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。第9条出願人1、締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。2、総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。3、住所及び国籍の概念並びに2人以上の出願人がある場合または出願人が全ての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については、規則に定める。第10条受理官庁国際出願は、所定の受理官庁にするものとし、受理官庁は、この条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。第11条国際出願日及び国際出願の効果。1、受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。1、出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所または国籍上の理由により明らかに欠いているものでないこと。2. 国際出願が所定の言語で作成されていること。3. 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。A. 国際出願をする意思の表示。B.少なくとも1の締約国の指定、C、出願人の氏名または名称の所定の表示、D、明細書であると外見上認められる部分、E、
請求の範囲であると外見上認められる部分に、A、ジュリ館長は、国際出願が、1、に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。E、受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより、A、の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。3、第64条4の規定に従うことを条件として、1から3までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められる国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。4.1.1-3までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約に言う正規の国内出願とする。第12条国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付。1、規則の定めるところにより、国際出願の一通、受理官庁用写しは受理官庁が保持し、通、記録原本は国際事務局に送付され、他の一通、調査用写しは第16条に規定する管轄国際調査機関に送付される。2、記録原本は国際出願の正本とする。3、国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は取り下げられたものとみなす。第13条国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性。1、指定官庁は、第20条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。2.A. 出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。E. 出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。地位、いずれの国内官庁も、B の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には、B の規定